隅々まで見渡してベッドの下を覗くと、おや、なんだこれは。ホテルは旅行先の家のようなもの。しかしそこにはどんな秘密が隠れているかわかりません。ホテルのスタッフも支配人もこれらのことは教えてくれないかもしれませんよ。縁起の悪い数字は世界各地に存在していますね。西洋では13が禁忌の数字。利用客への印象を考えて13号室や13階が一切なくなっているホテルもあるようです。一方東アジアでは4の数字がそれに相当します。誕生日や結婚記念日、結婚式当日といった特別な日にはお部屋を無料でアップグレードしてもらえる場合があります。あらかじめホテル側に連絡を入れその旨を伝えてみましょう。お部屋のベッドのシミや虫をチェックしているあなた、お部屋で一番汚いものを見落としてはいませんか？それはなんとテレビのリモコン。利用客が変わってもリモコンには消毒が行われません。ジップロックなどに入れて使用すると安心です。リモコンに限らず客室は汚いものだらけ。この先でもいろいろ見ていきますよ。すべてのホテルには遺失物が集められる場所があります。最も頻繁に見つかる忘れ物は携帯の充電器。しかしその他にも入れ歯、ガラスの義眼、芋虫一箱など奇抜なものが見つかっています。これらの物品は5から10年経っても持ち主が現れない場合、清掃員が好きに持ち帰って良いルールになっています。それにしても長く待ってくれるものですね。ホテルが高級になればセキュリティ上という名目のもと、お部屋に隠しカメラが設置されている場合があります。設置されている確率が最も高い場所はドアの覗き穴。気になる方はテープやパテなどで塞いでしまうと良いでしょう。隠しカメラを設置するという行為自体、あまり褒められたものではありませんよね。設置されている場所を把握したいときは、まず部屋の照明を落とし、携帯の自撮りカメラをオンにします。その状態でゆっくり室内をスキャンすると、カメラが赤外線を拾って反応するはずです。定番スポットはベッド脇やバスルーム。そのあたりは念入りに調べてみるようにしましょう。支配人は家族や友人を無料でホテルに泊める権限を持っています。この優待は基本的にオフシーズンに行われるため、一般客が気づくことは滅多にありません。一方、従業員や清掃員には別の特典が認められています。それはホテルのタオルやスリッパ、バスローブ、シャンプーなどを自由に持って帰れるというもの。また一部のホテルチェーンではそれらのアメニティを利用客が持ち帰っても大丈夫な場合があります。文房具や洗面用具、コーヒーマグ、傘など、およそホテルの名やロゴが入ったあらゆるものは利用客が無料の広告として持ち歩いてくれることになるため、ホテル側が得をするんです。ホテルのビュッフェの入り口にある色鮮やかな野菜や果物はただの飾りではありません。利用客がそれを目にすると食欲がある程度満足します。するとビュッフェで食べる量が減るという仕組み。ホテル側はコストを抑えられるというわけです。追加のシャワージェルなどの洗面用具は無料で新しいものをもらえますが、ビュッフェで食べ物を盛りすぎるとお金を取られることもあるので気をつけて。食品の廃棄量を削減するため、一部の国のホテルではお残しに対して追加料金が課される場合があります。利用客に最大の割引を受ける方法を自分から教えてくれるホテルチェーンはなかなかありません。予算に限りがある場合は午後6時を過ぎてから予約を入れてみましょう。この時間帯は販売部がキャンセルの出た部屋の予約を売り切ろうと駆け込み客を必死に探しているタイミング。値引きにも対応してもらいやすくなり、 50% 引きも夢じゃありません。毎月最初の日曜日はチェックインに最適です。この日はバケーション客が帰った後で、なおかつ出張客がまだ到着していない絶妙のタイミング。ベストなお部屋が空室になりやすいんです。一番を狙いましょう。業界でルーミングと呼ばれている特殊なサービスが存在します。このサービスはホテルの部屋を一通り眺めた上で一番気に入った部屋を選べるというもの。
フロントでルーミングをしてもらえるかどうか聞いてみましょう。ホテル側は利用可能な無料サービスをその都度わざわざ教えてはくれません。意外と携帯充電器やヘアアイロン、飲料水、ボードゲームなどを提供してもらえることがあったりします。部屋替えやコンサートまたは演劇などのチケット手配、モーニングコールなど様々なことをお願いできます。宿泊料金を前払いしたにもかかわらず、ホテル側からチェックインを断られることがあります。例えば午後6時のチェックイン時間を過ぎてしまった時などがその一例。何らかの事情で遅れてしまう場合は1本電話を入れておくと良いでしょう。しかし時間通りに到着したにもかかわらず宿泊を断られることもあるようです。これはホテルがオーバーブッキング状態になった時に起こります。このようなケースに遭遇した客は別のホテルを斡旋してもらうほかありません。断られる可能性は客によって違い、例えば若い男性の一人客、カップル、友人グループの場合は断られやすく、家族連れや単身の高齢女性の場合は滅多に断られません。これは前者のグループが後者と比較してフットワークが圧倒的に軽いのが理由です。お部屋のミニバーを利用する前にまずはドリンクが未開封であるかどうか確認しましょう。利用客が中身を飲んだ上でボトルに水道水を入れ料金請求を回避しようとしたという従業員の証言もあります。とにかく気をつけて。大手ホテルチェーンは VIP の送り迎えや市内観光用に交通手段を用意しています。ホテル付きのタクシーは市内のタクシーよりも料金が安いため、コストカットを狙いたい場合はフロントで料金を聞いてみましょう。ただしそこで聞いちゃいけないのがおすすめのレストラン。フロント係が教えてくれるレストランはホテルに紹介料を納める仕組みになっているため、美味しくない上に割高な場所に当たってしまう可能性があります。利用客が支払っている宿泊料は部屋に対してではなくその地下に対して、つまり空港やビーチ、繁華街、名所に近いホテルは割高となります。星が何一つついていないホテルでお部屋の状態が劣悪だったとしても宿泊費だけべらぼうに高いことがあります。ホテルのボーイさんに車を預ける前にまずは一旦考えましょう。過去にはホテルの従業員が預かったキーを悪用して高級車を乗り回す姿を動画に撮ったなんて事件もありました。私の車？動画映えはしないかもな。あなたの隣のお部屋に著名人が宿泊している可能性は常にあります。しかし彼らは大抵の場合偽名を使っているのでバレることはあまりありません。一般庶民は偽名での宿泊が認められていないのであしからず。キングサイズのベッド付きでビーチを見下ろせるシングルルームと頼んだはずなのに、割り当てられたのは小さなベッドが2つ並んだ美しいレンガの壁で窓が塞がれた部屋。どうしていつもこうなんだか。このようなケースではホテル側に料金を割引する義務が発生します。ホテル側から何も言ってこない時には自分から聞いてみると良いでしょう。客室の金庫は安全とは程遠いもの。ご自分の貴重品はフロントからホテルのメインの金庫に預けてもらうよう頼む方が安心です。その金庫であればホテルスタッフ全員の手が届かない場所にあるので安全性が高くなります。ホテルの椅子やソファーは清潔そうに見えて顕微鏡で見るとすごく汚れています。タオルやブランケットを敷いてから座りたいものですね。前の利用客がそこに足を乗せていなかった保証は何一つありません。しかもその足とんでもなく汚れているかもしれないんです。客室のカーペットが洗浄される頻度はとても低く、おそらくは年に1回かそれより少ないのが相場ですから、客室を裸足で歩く行為はできるだけ避けたいものです。スリッパを履くか土足のままでいる方がかえって清潔と言えるでしょう。室内で履いていたものを荷物にしまう場合はシャワーキャップなどをその上にかぶせておくと安心です。ベッドも同じこと。上に横たわる前にシーツは洗濯されていてもベッドカバーはそのままだということをしっかり思い出して。部屋に備え付けのコップも使わない方がいいかもしれません。拭き掃除をされていたとしても使われた布巾が他の何に使われていたか分かったもんじゃありませんから。
どういうことだって？なぜならスタッフに与えられた清掃時間は一部屋あたり20から30分。丁寧よりも素早い作業が求められます。手抜きされやすい場所は照明スイッチ、ドアや引き出しの取っ手、それからリモコン。これらは人の手が最も触れる場所でもありますね。これらの部分にはトイレと同じくらいの雑菌が住んでいることが専門家の調査で分かっています。自分で取れる対策は除菌シートを十分に持ち歩くことでしょうか。そしてホテルの清掃についてもう一言。清掃は必ずしも消毒を意味してはいません。ホテル側は簡単に言い逃れできてしまいますから、言葉の意味には慎重に。今回新しいことを学べた方は高評価とお友達への共有をお願いします。ブライトサイドのチャンネル登録もお忘れなく。